おお、来た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 。うわ、よし、かかった。50弱ぐらいかな、あそこの岩の間。血がこう出てくる。乳たけ、乳たけ、うん、白い汁が乳のように、うん、油で炒めてめんつゆとか砂糖醤油で甘辛く煮、うん、やっと着きましたね。優秀、1時間半、1時間半で来た。1時間半で来た。じゃあちょっとコマスのタリでも釣ってみますか。行ってみましょうか。行ってみましょう。はい。ここが小松崎って言って、約あの長い流体の最初の遡上止めの滝なんですよね。うん、数々の伝説がある滝です。追ってくんだけど一緒に落ちてっちゃう。来る途中ね、山越えでバッタがたくさん見えたんで、多分カディス、このちょっと緑色っぽいカディスで来ると思うんだけど、3匹何やってんだ。冷たい水が来てるところにいる。多分そうだね、うん、頭突っ込んでる。頭突っ込んでる。
はいはい。よし。うん。おお。登ってきた魚ですね。うん、まん丸してるわ。どこだ。あの色の境目のところですね。白いとこと茶色いところの境目。40ぐらい。行ってみましょう。上がるか。ダメだ。ダメですね。一言で言って渇水、夏の渇水っていう感じですね。こういう、まあ、源流で上の方が岩盤が露出しているようなところだと、梅雨が終わって夏に切り替わった後に雨がしばらく降らないと水温が上がっちゃって、多分おそらくそうだと思うんですけど、一時的にイワナが全然姿を消しちゃうようなタイミングっていうのがあるんですよね。魚があまり見えない、あるいは見えても全然魚餌を取ってるような感じじゃなくて、やる気がないというか。ここからルアー、炉滝の手前のプールがあるんですけど、あそこにあのプールの奥のところで結構でかいのを見てるんで、ちょっとここからルアーで、まあ、遠目から攻めてみたいと思います。うわ、よし、かかった。よし、餌や天からに出ない時でも一応魚が出てきてくれる、一応反応してくれるんで、そのあたりはなんかこう期待感があるというか。
ない、見えないな。あ、来た来た。おー、来た。ルアーの独占場だな。ルアーやっぱ追ってくるね。入り口の一番手前のところから引っ張ってきて、もう中から出てきたんで。あそこの岩の間、挟まってる。あ、本当だ。50弱ぐらいかな。よし、2匹寄ってきた。いやー、源流のルアー面白いわ。迫力あるよね、やっぱかかるまでが。大きい魚が釣れるタイミングっていうのはどういうタイミングなんですかね。多分雨で増水した後とかで動かなきゃいけない時、うん、まあ、本流釣りもそうなんだけど、でかいのを釣る人はだいたい水が上がって下がり始めの時が一番釣れるって。ああ、多分川虫なんか少ないって、うん、その大水が出ると横からいろんな昆虫とか、うんうん、陸生昆虫とか、はい、あのミミズとかが流れ出して、それをバクバク食うんじゃないのかなっていう感じ。ズン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 って60センチの下ってくる。でまたあーとか言ってしばらくすると今度登ってきてまた入ってくる。わけわかんねえなみたいな。でも釣れないでしょ。釣れない釣れない。いただきます。いや、うん、まい。お世辞抜きにうまいっす。本当にうまい。うん、おいしいな。うん、まい。やばいね、これ。うん、うわ、うまい。いや、うまいわ。魚滝の深さはどれぐらいあるかっていうのを前々から気になってたんで。なるほど。投げ込み式の魚探っていうやつを買ってきたんですけど、だってまだ誰も測ったことないでしょ。ここですよね。ちょっとやってみましょうよ。やってみましょう。まずはよし、
やっぱ10メーターある。11メーターだよ。俺はつかねえわ。すげえなー。普通の竿1本分じゃ届かないということで。7メーターの竿で7じゃ届かない。おお、仕込んでいいだろう。最初が8メーター。7メーターでずっと大体平均してる。一番釣れるのが一番深いところ、うんうん、ルアーで追ってきたの。ああ、なるほど。あの壁に張り付いてるんだよ。います？ほら、あんな流れの中にいないで、あんなに止水の岩の下にいるんだもんね。石の間の下。餌落としてみようか。鼻先に生きた動く生きた餌を落としてみる。結構大きいな。リアクションバイトとは言いますが、どうでしょう。おお、くた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 、くった、よっ、やだ、おお、くったくった、よっしゃ、おお、おお、まあこういうことなんだな。いや渋いな。しょうがないからこう誘って目の前でこうやって動かして、しばらく動かしてたらゆっくりこう口を開けてもぐ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 ゆっくり食べてましたね。うん、餌を取るような気持ちになってないんでしょうね。釣れないわけですよ。出た。ああ、出た。ああ、いいだ。